ユリウスは、ブラウンシュバイクリューネブルク公の一人で、ボルフェンビュッテル公、ボルフェンビュッテル公、ハイン・リヒ二世と、さきマリア・ホンビュルテンベルクの伐士。ハイン・リヒ二世の末息子ユリウスには、聖職者の道を歩むことを期待されていた。ルーベン大学を卒業後、1553年に民伝司教に上海されたが、1年で辞職することになった。 同年に起きた第二次編境白戦争で、ブランデンブルククルムバッハ編境白、アルブレヒト・アルキビアデスと父が激突、ジーフェルスハウゼンの戦いにおいて二人の兄が戦死してしまい、ユリウスがボルフェンビュッテル公領の相続人になったためだった。ユリウスがプロテスタントに回収すると、父はあらゆる手を尽くして、彼を相続人から外そうとしたが、失敗に終わった。 1568年に父が死ぬと後を継いだユリウスは税制改革を公領に導入し貴族に苦しめられていた農民たちの地位を改善させた。ユリウスはまた公領の住民を兵士とする支兵軍を組織し各家庭の課長に武器を所有して軍事教練に参加するよう命じ司法システムをも改革した。翌1569年に反抗していた年、 ブラウンシュバイクと和議を結び、同氏はユリウスを主君と認めた。しかし、ユリウスとブラウンシュバイク氏との交渉はこれ以後も続いた。ユリウスは、高領での交易を促進し、特に鉱山業に力を注いだ。ハルツにおける銅と鉛の採掘は反映し、多くの鉱山が新たに開かれた。ユリウス自身、ドロカイドの利用法に関する著書を物した。 採掘された鉱物をより多く売りさばけるよう、彼は道路や河川の整備に努めた。1577年には、オーカー側がハルツとボルフェンビュッテルの間を結ぶようになった。1576年には、ユリウスは治療において最初の大学となるヘルムシュテット大学を創設した。大学創設には新しくプロテスタント療法となった地域に、 プロテスタント聖職者を送り込む目的があった。1581年、ユリウスは好んで訪れていたベネツィアのカナルグランデに面するガベンドラミンカレルジ宮殿を買い取った。彼は経済的に行き詰まっていたベネツィア貴族のロレダン家からこれを購入した。しかしその2年後の1583年、マントバコ、グリエルモ・ボンザーガにこれを売り渡している。 1584年、ユリウスは、子供の内い叔おじのカレンベルクゲッティンゲン公営リヒ2世が、死ぬと、カレンベルク公領を継承した。それから5年後の1589年に死去、長男のハインリヒユリウスが後を継いだ。1560年、ブランデンブルク選帝公、ヨアヒム2世、ヘクトルの娘ヘイトビヒと結婚し、間に1人の子女を設けた。ありがとうございます。